4月1日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオからではなく、愛媛の今治から、5月から全国ツアーやります。ダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。ということで、今なんと愛媛県今治市に、ちょっと仕事の都合でやってきておりまして、そこでのちょっと緊急収録となっております。はい。アバンギャルディが、なんと愛媛の今治市の方でですね、今、ロケ中でして、今治で、サイクリングしたりだとか、あとは食リポをしたりとか、いろんなところで、愛媛の今治に観光行っております。で、私は個人的にですね、ネットフリックスの、離婚しようよっていう、知ってますか皆さん。仲里依紗さんと松坂桃李さんがね、出演されているドラマ、大好きで見てたんですけど、そこのロケ地が、そこ、愛媛県今治。はい。でして、ニコちゃんの、はい、神社とか、先ほども行ってきました。お参りしてきました。そして、おみくじ引いたら今日でした。ちゃんちゃん。本当にね。いろいろ観光もさせてもらいつつ、はい、私も愛媛楽しんでおります。で、アバンギャルディは、先日やね、ほんまについ最近まで、イタリア、ミラノに行ってきました。はい。なんでって話なんですけどね。そのことは、ちょっと後ほどおしゃべりします。はい。イタリアでもね、アバンギャルディオカッパブカもしてきました。はい、この後お話しします。今週のあかねクラブは、アバンギャルディのオカッパトーク。今週も、また来ました。親アバンギャルディがソロで登場です。おやすさんは3週連続で登場ということでね。よっぽど暇なのかということですけれども。はい。まあ、いろいろお話ししておりますので、お楽しみに。先週も、おやすさんのサイン入りポストカード、プレゼントの方ね、応募してたんですけれども、募集してたんですけども、このサイン入りポストカード欲しいという応募もたくさんいただきました。よかったです。ないのではないかとビクビクしていましたが、ありました。はい、今週もね。サイン入りチェキですね。はい。チェキのプレゼントありますので、最後までお聞きください。いる？いるかな？はい。ということで、FM 大阪あかねクラブ今日の一曲目。はい。私は今、愛媛県今治市にいるんですけれども、ちょっとね、ロケバスの方で、ちょっと結構懐かしソングがガンガン流れておりまして、たった今流れてきた曲を皆さんにシェアしたいと思います。聴いてください。北島三郎で祭り。あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。本日は愛媛県今治市からお届けしております。はい。アバンギャルディは先日までイタリアはミラノに行っていました。はい。なんで行ってたかと言いますとですね、鬼塚タイガー、オータムウィンターっていうんかね、これ AW ってね、まあちょっとすいません、業界用語になっちゃうんですけど、ファッションウィーク、ミラノはね、ファッションウィークということで、ファッションショーにアバンギャルディがサプライズ出演していました。はい。北海道札幌市東区復興アバディさんからメッセージ届きました。イタリアのファッションウィークお疲れ様でした。今回は会場の環境に苦労しませんでしたか？滑りやすい床で見ていて怖かったですし、踊りやすい環境ではないですよねってこうチェックしてくださっています。そして音の反響がすごくて現地ではどう聞こえてるのかなと気になりました。というコメントをいただきました。嬉しい。見ていただいてね。そうですね。まあ、滑りやすい床では確かにあったのですが、
でもなんか、そんなに、私は踊ってるわけじゃないからあれなんですけれども、そんななんかめちゃくちゃやりづらい環境だったのかな。そういう感じには、私はあまり、私はですけど、見た感じはね、みんなはなんかそんなになんか言ってなかったんだけど、普段なんかこう裸足で踊ったりしてるんですけど、今回鬼塚さんのシューズで踊らせていただいてるのもあって、滑りやすい床だったけど、シューズだったから、ちょっと対応できたのかなとかも思ったり、で、それからまあ、現地のその、音の反響とかも書いてくださってるんですけど、本当に普段は絶対その踊ったりとかも もちろんなかなか入ることのできないような、すごく歴史的な建物だったのかな、はい、だったので、すごくそうですね、まあ天井もすごい高かったし、めっちゃすごい素敵な建物だったんですけど、で音は全然しっかりスピーカーが用意されていたのでね、割と良かったのかなとは思ったりしました。まあ映像でね、実際こう YouTube とか SNS で上がってる映像では、あ、ちょっとこう音が悪かったりとかしたのかな。でも全然すごくいい環境ではありました。はい。でまたこのフッコアバディさんが、すごくお忙しくしているようで、嬉しくもあり、遠い存在になっていくのが少し寂しく感じていますって言ってくださってるんですけど、そうですね。まあ、もちろんいろいろね、今ありがたいことに、活動の幅がね、海外にもどんどん広がっているので、遠くなってるように感じるかもしれないですが、我々はね、大阪にいますから、はい。いますし、こうやってね、FM 大阪でもね、こう、ラジオで話させていただいてる、ますから、いつも近くにいます。はい。全然遠くなってないですよ。はい。そして、また、5月からね、日本での全国ツアーもあります。そちらは、もう本当に見に来ていただきたい。また、アバンギャルディの成長した姿をね、見ていただきたいので、そちらも楽しみに待っててほしいなと思います。はい。確かに2月もね、1月もですけど、まあ結構バタバタバタっとしましたのでね、ちょっとそういう風に見えてるかもしれないですけど、元気です。私たちはもうすごく元気でございますので、はい、引き続き応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。という感じで、鬼塚タイガーさんのね、今回のショーのオープニングで登場したわけなんですけれども、この出演するっていうのはね、全くどこにも言っていなかったので、イタリアに行って、まあ、着いたよみたいな、そんなことも全く SNS では、告知することもなく、いきなりミラノでバーンと踊っている姿がですね、まあ YouTube とかで流れたりしたので、何みたいな感じで驚かれた方もいらっしゃるかと思います。はい。今回、鬼塚タイガーさんはですね、こう、イエロー、黄色が今回のテーマカラーというか。で、アバンギャルディも普段は制服、紺の制服なんですけれども、黄色の上下でね、黄色の靴を、着用してファッションショーに挑みました。すごくないですか？私はもう本当にね、ファッションショーは普段からチェックして、で、まあ、そこから自分の、このダンスの作品とかにも、こう、インスピレーションを受けるような、はい、形で、すごく、チェックしているものなので、まさかまさか自分のダンスのパフォーマンス、自分が作ったパフォーマンス、そしてアバンギャルディのパフォーマンスが、ミラノで、ね、披露できるっていうのがもう本当夢のような、はい、出来事でございました。で、イタリアに行くのは実際初めてだったのでですね、まあどんな感じだろうと思ってたんですけれどもね、なんといってもね、ご飯がもう絶品級に美味しすぎました。ピザ、ね、それから水牛モッツァレラ、で、パスタ、ビール、最高に美味しかったです。はい、もうイタリアのご飯が美味しすぎた。もうそこがまず第一の感想。
それから、なんといってもファッションウィークでございますから、おしゃれな人もものすごくたくさんいましたね。で、結構そのイタリアでもですね、いろんなところで、アバンギャルディが SNS のね、インスタとかにアップするような動画撮影してたりしたんですけども、そこでも結構知ってくれてる人が多くいてですね、わーみたいな。知ってるよ、アバンギャルディでしょっていう、多分言ってないんですけど、そういうような反応があったりだとか、子供たち、なんかこう、街に、社会見学か遠足かしてるような子供の団体とかがいたんですけど、その子たちもキャーみたいな感じで、ほんまに知ってんかわかんないんですけど、ちょっと反応があったりとか、イタリアでもちょっと知ってくれてる人いるんだなーって思ったりして、とっても嬉しかったでございます。はい。で、まあ、この鬼塚タイガーさんのショーは、多分 YouTube に載ってるのかな？おそらく。YouTube とかでチェックしていただきたい。このね、ファッションショーにはですね、もちろんいろんなところから、海外からでもね、たくさん VIP も来ていました。例えばですね、ママムー、韓国のね、アイドル、ママムーのファサがいたりとか、それからワンピース実写版の、映画ドラマに出てるタズスカイラー、サンジのね役をしているタズスカイラーもいたりとか、それからコナングレーがいたり、そう、とにかくたくさんのVIPの人たちも駆けつけていて、それからアバンギャルディとも一緒に写真撮ってくれたりしました。はい、もう本当になんかすごい空間で、そんなところでねパフォーマンスができた。やっぱりなんか私個人的にはですね、ママムーのファサにちょっとパフォーマンス見てもらえたのがすごく嬉しかったし、なんかこう私はもうファサがどんな反応するんやろってとにかく見てたんですけど、なんか驚きの表情をしてくれたりとか、おーみたいな、やるじゃんみたいな顔をしてたと思います。はい。もうそこしか見てなかったんですけど。あ、でも360度のね、今回はパフォーマンスで、でしたので、いろんな方向からのパフォーマンスがお届けできたと思います。はい。というミラノ旅でございました。アバンギャルディのインスタグラム、そしてまあ私のインスタグラムにも、ちょっとイタリアでの出来事を投稿していますので、ぜひチェックしてください。それでは、一曲いきたいと思います。FM Osaka 85.1 FM Osaka Osaka Akane Club FM Osaka Akane Club 振付師のアカネです。ここからはアバンギャルディのおかっぱとアメリカの公開オーディションリアリティ番組アメリカズゴットタレント AGT の決勝に出場した私、振付師アカネがプロデュースしているダンスチームアバンギャルディから、今週はまたこの人です。おや、アバンギャルディです。よろしくお願いします。まだやん、しつこい3週連続かな。ねえ、やりとじゃん。そうなんです。何やってんのあんた。暇すぎるよ。暇すぎた。ちょっと暇すぎましたね。だよなぁ。ということで、じゃあまあ、今週もね、大家さんと。はい。あ、そう。大家さんっていうか、大家さんっていうのは、まあ私があだ名つけたんですけど、はい。なんか、大家さんっぽいなと思って。で、大家さんって、呼ばれるの嫌やからって言って、親にしろって言われて、何でもいいよって私は言って。そう、なんでこれまずなったかって言ったら、この親さんっていうのは、フーカっていう名前なんですよ。で、アバンギャルディにフーカっていうのもう一人いて、紛らわしいでしょ？フーカって。どっちってなるから、なあ、親さんでいいやんって言ったら、まあ、親にしてくれと言われて、親になったんですけど、親ちゃんとかみんなに言われてるんですけど、どうですかこの名前になって。いや、みんな、メンバーのみんなは、全員、あ、全員じゃないか、親ちゃんって呼んでくれる。だから、それについては、嬉しいでしょって。そうですね。だってみんなと全然違うし、親なんかいないでしょ。はい。そんな、います芸能人とかで親っていう人。いないですよね。そう、だから、いい名前つけたと思いません、私は。あの、撮影現場とかでも、これなんですよ。一番に覚えてもらう。そうなんです。マジで、
私が、おやすさんもうちょっと噛みて、とか、おやすさんもうちょい外とか、おやすさんもうちょい中とか、立ち位置の、おやすさん振り間違ってるとか、もうそんなの含めて、おやすさんおやすさんおやすさんで連呼してたら、おやすさんってみんなな。おやすさん一回あの、子がおやすさんって言うんですかみたいな。薬と笑いが起きますよね。そう、一回だけ。もう、一回じゃ済まないです。そうで、なんか、おやすさんって私も言いたくなりますとか言って、スタッフの人たちも言ってくれるから。はい。いいでしょだから、はい、よかったでしょって。そうですね。あの、うん、メンバーが多いので、そうすごい特殊な名前をいただけて、まあ、ありがたいなとは思ってますけど、でも、おやすさんって、そんな普通殺言場でさ、連呼されないじゃん。どんなんだ注意されてんのって話ですから。あ、それもですよ。はい。いや、最近ほんまに間違えへんように頑張ってるんですけど、どうしても、なんか、あかねさんの目に入ってしまう。はい。おやすさんは、どうしてもね。端っこなのに、バレてしまう。端っこやから目立つ。ああ、わかる？まあ、それはいいんですけど、まあ、ということで、おやすさん、また来ました、という。はい。おやちゃんって呼んでくれた方が、私は嬉しいですけどね。おやすさんじゃん。おやちゃんでお願いします。いいですよ、おやすさんって呼んでくれてみんなね。親しみやすく、おやすさんで。おやちゃんの方が嬉しいですよ。いいですね。おやすさんがまた来てくれました。はい。え？もう3月に入った？ 3 月に入りました。はい。はい。忙しいですか？忙しいです。ありがたいことに。ありがたいね。先週ちょうどミラノコレクションが終わって、で、またそっから今日は昭和産業さんの、ウェブ CM もリリースされました。割烹着での撮影。いかがでしたか？なんか、ね、あの、普段は紺色の、あの、ジャンパースカートですけど、うんうん、今回は白が多い。はい。白の面積多め。あの、三角巾とかも。そう。つけたり。つけてね。はい、給食当番みたいな格好でやってましたけど。はい、どうでしたか？なんか大変だったこととかあります？撮影とかで。そうですね。まあ、なんと言ってもね、あなたずっと今覚えてないでしょ？いろいろありすぎて。そうですね。こんがらがっちゃった。あのね、めっちゃ大変やったのが、結構その商品を持って、その昭和産業さんの、ホットケーキの粉とか、たこ焼きの粉、お好みの粉、で、天ぷらの粉とか持って撮影するんですけど、それが、まあ、その、ね、こう商品がぶれないように踊ったりとか、みんなでこう形を揃えたりとか、角度揃えたりとか、で、縦型の動画だったんでね、その立ち位置とかもね、めちゃくちゃ、ね、そう、細かくチェックする。そこがね、大変でしたね、撮影では。あとはね、なんといってもね、スチール撮影。まあ、写真。うん、写真でみんな静止画で、こう、商品持って撮ったりするカットがあって、まあみんな普段ほら動いてダンス踊ってバチ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 キレキレでやってるんだけど止まるってことにまあ慣れてないのでまあそれは多分ほとんどの人が慣れてないと思うんだけど止まってもう息止めて手の角度をバッチリ揃えて商品もしっかり持ってみたいなで表情もね目つぶったらあかんしでメンバー人数多いですから目をつむったり商品がちょっと歪むだけで振り直しになるので、うん、そこがね難しいところ。はい。なんか、どっちかの足に重心乗せたりしてもバレるんですよ。そう。だから、立ち位置がちょっとずれる。まっすぐ立って。そう。でも、本当に、1ミリ、2ミリの調整になってくるから、立ち位置をずれるというよりは、体重のかけ方でずれるだけでね、位置調整できたりするから、それぐらい、そんなぐらい難しいんです。スチール撮影って。だからさ、ね、そういうこともわかるよね、いろいろ。あ、その、ね。CM 難しそうで、うんうん、このカット撮るのに、どんだけ大変やったんやろうなってさ、普段街中とかでよくさ、いろんな広告のさ、写真とかも目につくけど、この角度でこの写真むずそうとかね、うんうん。っていうのは、私もね、感じるとこありますよ。ね、だからあんたたちも少しずつ分かってきたでしょ、はい、あ、こんな風にして芸能人の皆さんは、ねえ、CM 撮影やってんだ、とかさ。はい、ねえ、ねえ。そうなんです。だから私はもう今、まあ、ありがたいことにね、まあ、振付師として。うん、結構、CM、はい、私、はい、やってきてるんです、お仕事。はい、すごいでしょ？すごい。私の仕事も。すごい。
裏方の仕事も。はい。メンバーのみんなにそのお仕事風景を見せることとかもなかったんで。そうですね。そうですよ。じゃあどうですこの仕事現場での、あかねさんは。いや、なんか、ああ、いつもこんなことしてたんかっていう。およ。びっくり。どんなこと、例えばどんなことしてるあかねさんは。振り付け師あかねは。振り付け師あかねは。うん。モニターを、モニターを、すっごい形相で、おい。見てて、おい。誰々ずれてる。そうよ。おやすさんずれてる。おやすさん、おやすさん、言われる。おやすさん下手。うん、下手、言われる。言ってる、言ってる。って、よく言ってます。言ってるよね。はい。そう。でも、普段、タレントさんとか、その芸能人っていうか、まあ、自分のチームじゃない人に、やるときは、あんなに、うん言わないと、ね、もっと柔らかい感じで言いますけど、はい、もうメンバーはしかも人数も多いですから、早口でね、パタパタパタってもう全部もう、とんでもないテンポで、ダメ出しをするので、そこがね、でもいつもやってるからこそのね、うん、あうんの呼吸もありますわ。だからすごく、撮影現場でも、喜んでいただけます。あかねさんの、ああ。はい。そうなんですか。早い。仕事が早い。ここですよ。私はもう本当に早いんだ、仕事が。仕事人ですね。そうですよ。かっこいいですよ。かっこいいでしょ、はい、だからその姿をメンバーに見てもらえてるのも嬉しいし。ああ。うん、嬉しいし。はい、あとは、でもちょっとメイキング映像。ちょこちょこなんか CM のメイキング映像とか流れてて、ちょっと恥ずかしい。うん。なんか友達とかにも、声低くとかね。言われてますから。そうですよ。確かに。なかなかあんなの見れないねってことで。結構あれでもね、カットしてもらってるんですけどね。もっと流せない。自分でチェックして。うん、自分で私じゃなくてマネージャーがしてくれて、マネージャー全部、ダメです、ダメです。いや、アカネのこの顔は映さないから、ちょっと全部チェックしてくれてるので、はい。はい。そうなんですよ。という感じで、まあ、ありがたいことにいろいろお仕事させていただいてますが。ありがとうございます。はい。この後ね、ちょっとライブ、また、5月から、うん、セカンドライブが、よかったということで、その辺の話もちょっとしていこうかと思います。はい。じゃあ、ここで、1曲おやすさんの、セレクト曲、セレクトソングね。はい、ちょっと何が流れることやら。いやーどうしよっかな。そうだな。なんか先週さ、それこそ、なんか、アニメ配給がさ、ああ、はい。言ってたじゃん。はい。なんか配給の映画が公開されたんですよね。はい。なんかそういうなんか好きな、自分の好きなものいいじゃん。した、うん、配給の、はい。映画の、はい。主題歌に。はい。しようかな。主題歌。オヤーヴァンゲルディでーす。はい。なんと3週連続。3週連続。やば。嬉しいです。どっか誰かのメンバーがさ、準レギュラーがどうのこうのって言ってたじゃん。はい、準レギュラーなりたいだなって。はい、って言っちゃいましたね。私が準レギュラーしてる。そうや。やった。ちょっとさすがに認めざるを得ない。準レギュラーの称号つきます?つくんじゃない?よっと。だってさすがに3週連続出たメンバーいないです。メンバーというか、ゲストいない。いないですね。多分過去最多。やった。3週連続5回目かな。ぶっ、1位ですよね。いいよ。やった。嬉しい。じゃあまた来週。出るかどうかわかりませんけど。お願いします。はい、出たい。はい。アバンギャルディね、ライブが、先月ですね、ちょうど。先月、うん、ワンマンライブ、初めてのファーストワンマンライブがありました。はい。これは大阪と東京で、4公演開催しましたけれども、はい。まあね、初めてのワンマンということで、たくさんのお客さんに見ていただいたんですが、はい、ちょっとここでメッセージご紹介したいと思います。福井県の運転手さん、あの車を追ってくださいというラジオネームの方。岩崎ひろみさんと同学年です。シンデレラハネムーンで、あかねさんのおじいさんが、大号泣だったと思ってでしたが、これライブのね、オープニングでシンデレラハネムーン踊ったんですけど、はい、はい、うちのじいさんが大号泣入ってくれました。この方も YouTube で1000回は見てますけど、このライブでのロングバージョンで、涙腺崩壊寸前でした。あら、寸前回。泣いてはないということでね。
それから、学生街の喫茶店はめちゃくちゃ感動。これはもう私の大好きなね、ガロの名曲、学生街の喫茶店。このナンバーもありました。それが感動してくれたって。面白かったのは、ちびっこ4人組の衣装早着替え。とっても良かったですよ。なんかそういうね、早着替えのナンバーもありました。それはちょっと気に入ってくれたらしい。で、昼夜2公演見たって、この方大阪の公演かな、見てくれた。ありがとうございます。昼は一番後ろの席で、全然表情はわからなかったけど、あかねさんははっきり見えたよ。あ、なるほどね。叫んでるあかねさんが見られた。そうだわ。見られたかも。っていうこと。あとね、この方。宮城県名取市の事務長さんから、質問です。はい。ファーストワンマンライブ、東京公演ね、これ、2公演ありましたけど、それどちらも見に来たって、見に行かせていただきました。楽しかったよ。素敵なライブでしたって。ありがとうございます。来年のワールドツアー。あれ？ワールドツアー来年のワールドツアー。ワールドツアーあるんや。ちょっと私も分かってないけど、決まってますね、この事務長さんによれば。ぜひ、仙台東北にもお越しくださいっていう。ああ。ワールドツアーやのに。東北に来てくれというね、熱い。熱い熱い。仙台行きたい。熱いメッセージです。はい。で、これね、仙台、東北に関してどんな衣装をお持ちですかって言ってくれてる。仙台。あ、それこそ、配給の舞台が仙台なんです。あ、そうなんや、はい。そうなんです。じゃあ、なおさら行きたいや。はい。宮城県のバレー部。へ、うん、お話なんだ。お話です。だから、まあ言ったら結構、なんていうの、アニメの中にも、漫画の中にも、そういう宮城。あ、そうなんです。仙台の、はい、情景というか、はい、風景も描かれてる。体育館とか、本当にある体育館。あ、じゃあ、これは、仙台行ったら、ちょっと精神礼すると、はい。したい。はい。まあ、それは確かにね、好きな、ね、漫画の、ね、舞台はちょっと行ってみたいです。行ってみたいですよ、仙台。で、この方からは、イベントから、行かれるときとか帰りになるときは、移動中はどんな風に過ごしてますかって。ああ、移動中の過ごし方。うん、教えて。そうですね。あ、結構、うん、メンバーみんな朝マック買って、新幹線乗ります。ちょっと良くないんじゃないかな。マックはいいんだよ、マクドは。え？朝マック食べます？ちょっとカロリーオーバーしてません？通りでか。ちょっと最近みんな、あれって思ってたよ。あ、でも、あ、でもじゃなくて、何あ、でも。前、まあ、最近、あ、なんか、まだ、まだ、おや？こんなにも忙しくなる前は、はい、みんな舞い上がって、ちょっと、始発新幹線やって言って、うん、マック買ってたんですけど、最近ちょ、最近は、みんな、コンビニとかに なりました。いや、滑らしてたよね、完全に口を。ダメです。いや、本当に、ちょっと気をつけてください。最近皆さんは暴飲暴食しすぎだったそう。海外に行ってるからって言って、それを言い訳にいろんな甘いものを食べたりとか、ケーキだなんだって食べてて、ちょっともう、またもうお腹きますよ、言うてる間に。怖いです。蓄えてるんか知らんけど、ダメです。だからね、ちょっと切れ味悪いな思ってた。バレた。ダメだ。ダメですよ。バレてる。この朝マックは禁止。ああ、ごめんなさい、メンバー。ダメだよ。ごめん。ありえないです。言っちゃった。まあでも、まあ、食べたりとか、あと食べる以外の話してるんですか？食べる以外は、インスタ更新する用の下書きというか、ああ、なんか。写真選んだりとか、文章考えたりとか。それこそ、ブログの。うん、ファンクラブ。文章とかも。まあ、確かに。考えてるね。たりしますね。確かに。飛行機とかの長距離になったら、うん、なんか何か見たりするんですか？ドラマとか。ああ、携帯で、ネットフリックスとか。ああ、見るをダウンロードしてくる子もいるし。何見ました？最近。私は、香港行くときにアナ雪見ました。
え、アナと雪の女王は、はい。私、大好きなんですよ。あ、何回も見てる。あ、そうです、そうです。公開されたのが、私がまだ小学生の時だったんですけど、宿題中とか毎日、アナ雪流しながら、そうなんです、見てました。だから久しぶりに、ちょっと見たくなって、見ました、アナ雪。アナ雪だ。はい。私はね、最近ね、もう遅いんやけど、ビバン。ビバン。流行ってますよ。見た？ビバン。私見てないです。ちょっと。そんなに？そんな？ほんまに。もう私は、結構ね、見てないの？なんて言われて、あ、絶対好きやでって言われてたんやけど。藤井風さんで死ぬのがいいわ。はい、5月からですね、名古屋、福岡、広島、東京、大阪で、なんとアバンギャルディツアーライブ開催します。はい。ありがとうございます。その名も、アバンギャルディセカンドライフ。ライフじゃない。ねえ、そんなセカンドライフなんて違うんですよ。セカンドライブ、宣戦布告。イェーイ。これね、先週も言ってたんだけど、はい、なんかこの、急にね、宣戦布告っていうその漢字4文字、出てきて、はい、そのメンバー誰にも、うん、誰にも、メンバーとかいうかスタッフとかにも言ってなくて、はい、で、はい、そのライブを、まあ、作るプロデューサーと、私と、まあ、一人のマネージャーと三人しか知らなかったんですけど、はい、ポローンとね、はい、出てました。はい。情報解禁して、はい、多分メンバーより誰よりもファンの皆さんが先来ます。そうですよね。で、後からちょっとお依頼にして、実は発表されてますが、ライブの名前は宣戦布告ですって書いて。だからみんな何にも知らないの。なんでこのタイトルなんかも知らんし。うん、ちょっとまだもう面白いこと考えてんだけど、の、そう。でもなー、これを言いすぎたらちょっと深いからさ、あんま言わんとくわ。もうこれは。ちょっと、楽しみ。かっこよさそうなライブになるかもしれない。まあでも、ファーストライブよりもおもろいと思います。お絶対に自信があります。自信がある。なんでなら自信がある。でもあんま多くは言えない。うん。けど自信があるから。だから見に来てくれたら、はい。いいっていう。で、まあでも、今回、セカンドライブ、まあ、ファーストワンマンからもまあ、本当直後でしょ言うて。だって、1月 ?1 月やっけちゃうわ、2月か。2月に、ファーストワンマンがあって、で、1月2月と。で、そっからもう3、4って、2ヶ月半。3、4、5。2ヶ月半か3ヶ月しか合間なかったけど、はい、もう新ネタ下ろす予定ですから。やばい。やばい。し、なんか、ちょっとやっぱいろいろこう体力もね、まあ、つけ始めてますから、ファーストワンマンライブでもまた少し体力がみんなついたやろし、そうですね。で、まあ、香港とかのナイトパレードで1時間半ぶっ通し踊り続けたことに体力はついてるでしょ？で、なんか朝マック食べてるらしいから体力ついてるはずでしょ？知らんけど。はい。だから、本当にね、とんでもないもう体力勝負なライブを作ろうと思ってます。怖いです。怖いでしょう。はい。楽しみですけどね。怖いでしょう。はい。だからそれちょっと今、桜んでるんで、うん。こう使い。今回ほら、初めてね、広島とか福岡。ああ、そうです。九州、千葉県も行きますし、広島行きますし、で、名古屋も行くでしょ？はい。よろしくって感じです。はい、よろしくお願いします。宣戦布告だったんでね、まあ、特にどういう意味かは言えないという。お知らせでした。ああ、私もまだ聞いてないんですよ。はい。あと、これだけはもう言えますけど、また新しいグッズを発売しますから。はい。はい。グッズも内容も、もう一気にもガラリと変わります。おもうそれも今、私プロデュース2なんで、言えてないですね。プロデュース2。うるせえよ。うるせえよ、本当に。プロデュース2。なので、ちょっと楽しみにしておいてください。はい。はい、って感じです。もう、時間が本当にないんですよ。ないですよね。だってもう今から準備もう、グッズも今、もう急いでるから今、デザインを。はい。
すごいもうスピードで作ってるし。はい。もうみんなが楽しめるコンテンツ盛りだくさんでお届けしておりますので。はい。はい。よろしくお願いします。はい。楽しみに。で、先月ぐらいから開設されましたファンクラブ。アバンギャルディのファンクラブ、アバランド。はい。こちらも続々とファンのアバディの皆さんが加入してくださってます。おー、ありがとうございます。ありがたいよね。ありがたいですね。はい。ここでぜひちょっと、ほら、あのこと。あのこと？うん。ちょっと言っといたら。ファン。あー。ラッキーよ、チャンスよ。だって他にメンバーいないんだから。よっしゃ、言ってやる。どうぞ。アバランドに、はい、ファンクラブ加入していただくと、はい、メンバー一人だけ、お気に入りのメンバー、ファーボ、フェイバリット、選べるんですけど、私を、ファーボしてくれたら、嬉しいな、という。本当だ。で、ファーボしたらどうなる？ファーボしたら、どうなる？写真見れる？あれだけかよ。写真、多分これからもっともっとね、ファンクラブも。いや、違うやん。だから、ファボにしてくれたら、はい、何してくれる？ああ、じゃあ、うん、私にファボしてくれたら、私のおすすめの料理とか教えちゃう。はぁ？はっきりわかんねえし、それをおやすさんに、こうやって、あ、ファボしたいよって見せな、わかれへんやん。だってこれ。見せてくれたら。誰がファボしたかっていうのは、システム上わかんないから、はい、誰が誰を押してるかなんて。はい、だから、じゃあ、あんたは、はい、こう、に見せないといけないでしょ、こうやってファボしましたって。ブログのコメントとかに、ファボしましたって言ってくれたら。言ってくれたら、そうなる。その人だけに、その人、どうやって嬉しいお返しが待ってるかも。何を言ってんねん。適当なこと言うなよ。待ってるかもじゃない。待ってると思います。出して、どうにかして、ね。わかった。どうにかしてお返ししますので。分かった。じゃあちょっとそれは、あなたのことファボしたよっていうのをちゃんとこうコメント入れてくれたら。入れてくださいね、ブログのコメントでも次に。言ったら何かしら起きるっていう。何かしらのお返しが待ってます。絶対に。知らんけど。ねえ、でも、大事ですから、はい、ファボ。あ、でも、このファボの、そうですよ。このね、私、実を言うと、はい、まあ、ファボも、誰がとか知らないですよ。はい、アバディが誰がファボしてるかなんか知らんけど、はい、ファボされてる人数とか、そういうのも全部わかるわけですよ、システム上。嫌ですね。嫌じゃないんですよ。でも、これがね、はい、わかるおかげで、うん、あ、この人をライブに多分いっぱい出たら喜ぶなとかさ、わかるじゃん。はい、だから、このアバディの皆さんも、こう、しっかり推しをね、はい、応援してですね、はい、もう出番をこう、できるだけ増やしてあげれるようにじゃないですけど、はい、してもらいたいわけ、うん。そこもちゃんと加味してますから、私は。そうです。だからちょっと親さんは3週連続この茜クラブ赤羽トーク出たってことが、結構でかいかもよ。おー。親さん頑張ってんな、じゃあファボしよう、みたいな。ありますよ、知らんけど。はい。ということでね。お願いしますよ。お願いしますよ、皆さん。親さん頑張ってるんで。ね。暇なだけじゃないですから。暇なだけじゃない。出たい意欲があって。そうよ。で、そうですよ。今日これラジオでも、見えへんけど、ちゃんと制服着て、おかばで。そうですよ。メイクもして。赤リップ塗ってやってますから。はい、やってますんで、頑張りにファボで。はい、そうです。よろしくね。ということでございます。はい、ということで、今週もアバンギャルディのメンバーの、メンバーのっていうか、おやすさんのサイン入りチェキを一人にするじゃんと。2週連続それは。くないですか。いやいや、だからおやすさんブロマイドが、2週連続誰かのことに当たります。うん、そのゲット方法は、あかねクラブの X をフォロー。そして、FM 大阪の X もフォロー。そして、応募専用のポストをリポストしつつ、おやすさんへの愛のコメントをつけてください。はい。これ、愛が伝わる方が、そうでしょ。当選確率上がるかもしれない。上がるよ、こんな。で、おやすさんも嬉しいでしょ？はい。もちろん。で、その人の名前も覚えるよね。あ、もちろんですよ。そう。見てますので。そうですよ。皆さん頼みますよ、おやすさんの応援を。よろしくね。お願いしますよ。はい、本当に。ね、ということで、アバンギャルディのおかっぱトーク、3週連続。
オヤーヴァンゲルディでした。ありがとうございました。来週も呼んでくださいね。やだよー。